織田信長の運命をリーディング。天下統一目前で表舞台から消えた理由。15世紀末から16世紀末にかけて室町幕府の威信は地に落ち、日本各地では土地の実力者たちが武力による利害衝突を繰り返していました。戦国時代の到来です。この時代を象徴する三英傑として織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三武将の名前が挙げられます。中でも織田信長は群雄割拠する尾張一帯を桶狭間の戦いで統一し、朝倉氏、浅井氏などの有力大名を姉川の戦いで打ち破り、比叡山の焼き討ちや石山合戦を経て敵対する仏教勢力も一掃。長篠の戦い、甲州征伐で最大のライバル武田軍を滅亡させ、室町幕府から足利義昭を追放し、畿内を中心に有力大名のほとんどを従わせ、天下人と呼ばれる全国統一をほぼ一代で成し遂げました。しかし四国中国地方を制定する目前に部下の明智光秀の謀反に遭い、本能寺の変にて自害したと言われています。その信長の好んだ有名な舞に敦盛という歌があります。人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、人間の寿命は50年と言われるが、この世とかけ離れた下天の世と比べれば夢のように儚い。一度生を受けた命は必ずこの世に別れを告げる日が来る。これが自分のなすべきことと思い定めるもののない人生はとても残念なものだ。また信長は自らの旗印に天下布武という言葉を掲げていました。天下に七徳の武を行き渡らせ、戦いをしなくて良い状態に持っていく、つまり天下統一が信長の目指すところでした。この時代随一の戦国武将であった織田信長、なぜ信長は天下統一目前にして歴史の表舞台から退場する運命をたどったのでしょうか。リーディングで検証しました。見えたビジョンは、死に装束を着てしっかりとした足取りでこちらに背を向け立ち去っていく信長の後ろ姿です。彼は自らの意思で表舞台から退場したようです。1582年甲州征伐によって信長の宿敵であった武田氏は滅亡しました。四国の長宗我部氏、中国地方の毛利氏が残っていましたが、最強の武田勢を滅ぼした信長には自らに匹敵するほどの武将はもう残っていないと判断したようです。戦国武将がこの世を去るとき、戦に負けて首を取られる、病気で他界する、部下や身内に裏切られるなどいろいろありますが、信長にとって自分の首や弱った姿を世間にさらしたくないという思いが強かったようです。自分の城ではなく寺で、敵方ではなく側近による謀反で、肝心の首は出てこないなど、信長の美学に基づいたストーリーが練り上げられ、本能寺の変が画策されます。この信長の大芝居に抜擢されたのが明智光秀です。光秀は信長の最大の腹心であり、頭の良さと深い教養から信長の武将としての理想を心から理解できる人物だったのでしょう。この役は自分にしか務まらないと光秀も
誇りに思ったのではないでしょうか。逆賊と言われた光秀ですが、実際は真逆の信長にとって最大の忠臣だったようです。そんな光秀の首もまた見つかりませんでした。すべてが終わった後、信長は何年かは人知れずひっそりと生きていましたが、やがて自害したようです。その亡骸は誰に知られるともなく、身内のような数人の部下によって密かに日本のどこかに埋葬されたと思われます。まるで野生動物が死を迎えるとき、人目のつかないところにひっそりと身を隠すように、信長もまた自分の身を表舞台から消したのでした。しかし本能寺の変という一世一代の演出により、信長の武将としてのイメージは最強の武田勢を破り天下布武を成し遂げた日本一の武将のまま後世に生き続けることになります。信長は戦いに勝ち続けること、ライバルをすべて討ち取ること、戦いそのものが人生と考えていたようです。その戦いの終わりが見えたとき、自分の人生にどんな幕引きをするかということも信長は考え続けていたようです。日本史最大のミステリーと言われる本能寺の変、その首謀者は信長で、信長の最大の腹心明智光秀が裏切り者の役を忠実に演じきりました。そこには現代人には想像もつかない戦国武将としての美意識と主君と忠臣の男同士の固い絆が隠れていたようです。